五十嵐レイです。今週はエリザベス女王杯の前哨戦となる府中牝馬ステークスが東京競馬場で開催されます。そうですね、 G1 並みの豪華なメンバーとなりましたね。で、今回はコース適正から予想を組み立てていきたいと思います。それでは今週もよろしくお願いします。今回本命に選んだのはリスグラシューです。阪神ジュベナイルフィリーズ桜花賞、秋華賞ビクトリアマイルを2着に構想しているハーツクライ3区の馬です ね。勝ちきれない部分があるので評価がちょっと大きく分かれそうかなと思うのですが、アルテミスステークスと東京新聞杯を優勝しているように府中マイルに適性が高いように思われます。今回はメンバーも強いメンバーが揃いましたが、 G1 馬4頭と比べると斤量も最大2キロ軽い点も今回は大きなプラス材料かなと思います。で、鞍上にもモレイラ騎手が騎乗停止となったためデムーロ騎手が予定されておりますが、デムーロ騎手ならこの馬の苦手なスタートを克服させてくれそうなので、今回は鞍上への不安もなさそうです。そして押さえておきたい馬としまして、今年のビクトリアマイルを優勝したジュールポレール、で、一昨年の阪神ジュベナイルフィリーズと昨年のオークスを優勝したソウルスターリング、昨年のビクトリアマイルを優勝したアドマイヤーリード、そして昨年の秋華賞を優勝しドバイターフでも3着に好走したディアドラ、以上の4頭を押さえておきたいと思います。では今回は以上の5頭を馬単マルチの軸馬に本命のリスグラシューを選びました。で、相手が4頭の8点で的中を狙ってみたいと思います。今週は秋華賞の3連単予想も配信しておりますので、お時間がございましたらぜひご覧ください。ね、3連単難しいですね、当てるのね。でも、ね、当たったらやっぱり一番嬉しいので、やっぱ、ね、せっかくの G1 ですし頑張りたいと思います。今週も皆様からのチャンネル登録をお待ちしております。ではまた来週お会いしましょう。五十嵐レイでした。